阪神甲子園球場です。阪神タイガース対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。タイガースの先発はエースの秋山、対するカープの先発はルーキーの森下、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の秋山、マウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは西川。背番号63。投球は3球目。投げました、打ちました、抜けた。西川、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号7。第1球、投げました、あーっとショーフライになった、ファールボール。一塁牽制球を送ります。セーフ、二塁はセーフ。第2球、投げた、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、ピッチャーから一塁送球、アウト。ランナー三塁に進みました。タイガース、なおもピンチが続きます。第4球を投げた、ストライク。次は5球目、投げた、内角、外れてボール。第6球を投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。背番号1。第4球を投げた、打った、センター前進、取りました。これで3アウト。秋山、ワンアウト三塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。タイガース、まずはゼロに抑えました。2回の表、1点を追いかけます。カープの攻撃、トップバッターは松山。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、外角低め、見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番、磯村。さあ、4球目、打ちました、一二塁間のゴロ、上田掴んだ、一塁送球、秋山取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。背番号33。第9、投げました、直球決まってストライク。1球目ストライクから投げました、ボール。第3球を投げた、低め、外角、ストライク。インコース低めいっぱい、見逃し三振。秋山、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは坂本。第9、投げた、ストライク。第2球、投げた、打った、痛烈な当たり、ダイレクトフェンスに当たった。坂本、二塁を狙う、坂本ツーベースヒット。3回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは田中。第9、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、これはセカンド正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー森下。森下、背番号18。さあ、投球は5球目、投げた、アウトコース低め、空振り三振。打順は1番に帰って西川。投球はこれから3球目、低めのボール引っ掛けた、1、2塁間へ、秋山取ってアウト、3アウトチェンジ。秋山、三者凡退に抑えています。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは堂林。第4球を投げました、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは3番長野、今日2度目のバッターボックス。第9、
バッターの足元。第2球投げました。ストレート空振り。タイミング合いません。投げました。打った。センターへの打球。センター前に出る。ヒットになります。ちょうどいいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。第4球を投げました。打ちました。ヒット。ライトからサードへ。三塁タッチはセーフ。鈴木ナイスバッティングです。タイガース同点のピンチを迎えます。おー投げました。ボール。第5球投げた。ライト低め。はい、見逃し三振。次が5球目投げた。インコース低めいっぱい。見逃し三振。秋山ワンアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。4回の表が終わって1対0です。タイガースリードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で坂本外れた。2塁送球はこれは楽々セーフ。盗塁成功です。投げた。ここは送りバント。ピッチャーの左へ転がした。一塁送球アウト。ランナー三塁に進みました。5回の表1点を追いかけますカープの攻撃。この回のトップバッターは菊池。第1球投げた。ボール。第2球まっすぐ空振り。第3球を投げた。ナックルカーブ見送ってボール。アウトコース低め投げました。インロー際どい球ボール。投げました。見送ってストライク。次の球がラストボール。投げました。打った。流し打ちファール。さあ7球目投げました。146キロ直球空振り三振。三者連続三振。第2球投げました。2球目ストライク。投球は3球目投げた。決まった。ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投げた。見送ってボール。さあ投球は5球目投げた。打った。ファールボール。投球はこれから6球目打ちました。1・2塁間への当たり。1塁へ送る。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターはピッチャー森下。第3球を投げた。インローギリギリいっぱい。ストライク。投げた。フォークボール見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。秋山下位打線を三者凡退0点に抑えています。5回の表が終わって1対0です。試合は後半6回に入ります。トップバッターは西川。投げました。打った。これはヒットになります。西川いいバッティングを見せました。右バッターボックスは2番堂林。今日3打席目。投球はこれから3球目。1球外した。ボール。投げました。ボール。次は5球目打ちました。飛びついた。ライナーだ。ボールは中継。堂林ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第4球は変化球。空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは鈴木。次が4球目投げました。膝元。ストレートは外れてボール。投げました。フォークボール見逃し三振。さあここは抑えたい場面。バッターは松山。今日はセカンドゴロと三振。打ちました。ショート正面アウト。スリーアウトチェンジ。2者残塁。6回の表が終わって3対0です。タイガースリードで迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で坂本。ボール。1塁へ牽制球を送ります。第2球投げました。ここは振ってきました。キャッチャー目の前。ボールを掴んだ。1塁送球アウト。スコアリングポジションになる。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは磯村。今日はセカンドゴロと三振。打ちました。いい当たり。センター前ヒット。クリーンヒットです。磯村いいバッティングを見せました。右バッターボックスは7番菊池。ここまで2三振といいところがありません。第4球は見送ってストライク。
ここは一球見ます。打った、三遊間の当たり、木南ボールを掴んだ、二塁へ送る、二塁フォースアウト、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。タイガースピッチャーを変えてきました。秋山降板、マウンド上は島本、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第2球投げた、低め際どいボール。第3球を投げた、打ちました、ファーストの左、ゲッツーコースだ、セカンドフォースアウト、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。堀江に代わりまして、相沢、背番号20。同期は3球目、投げた、打ったいい当たりだ、抜けた、相沢ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第3球を投げた、打った、ファール。さあ4球目、打ちました、次が5球目、投げた、打ちました、大山交代、ヒット、バックホーム、間に合うかどうか、タッチアウト、スタンドからからタイガース、ダメ押しのチャンスです。ツーアウト満塁という場面で坂本、初球打ち、フェンス直撃、ボーは一気にホームへ、タイガースこの回3点目、坂本タイムリーツーベースヒット。この回は2番からの好打順、トップバッターは堂林、次は4球目、投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。第9投げました、アウトローを見送ってストライク、まずは決めてきました、打ちました、ファール、追い込んで投げました、直球高めボール。第4球を投げました、打ちました、上本取った、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番鈴木、今日はここまで3打数1安打1三振、投げました、流し打ち、どうだ、当たり損ねのファーストゴロ、島本取ってアウト、3アウトチェンジ、島本三者凡退、無得点に抑えています。8回の表が終わって6対0です。さあいよいよ最終回、先頭バッターは松山、投げた、打った、ライトへの打球ヒット、松山いいバッティングを見せました。バッターは6番磯村、今日はここまで3打数1安打、打ちました、セカンドの左、ゲッツ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。バッターは7番菊池、タイガースここは何としても抑えたい場面。初球ストライクから、第2球ストライク、膝元厳しいところ、さあ次が最後の投球になるか。第4球を投げた、変化球はアウトローへボール、投球これから5球目、スライダー空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。タイガース快勝しました。勝利投手は秋山、敗戦投手は森下、島本にセーブがつきます。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。